えー、お疲れ様でございます。8月17日土曜日の朝4時になりましたけども、昨日から今日にかけてのドル円の推移についてね、ちょっと補足したいと思います。えっ、ー、と、まずはね、昨日の材料21時半なんですけども、え米、ー、住宅指数ってのが出ました。ドル円が弱含みということでね、この下落が起きているところがわかります。えー、147円の63まで。 落ちたということなんで、ここまで来たわけですよね。これがガーッと落ちたのがこれです。二十一時三十分の住宅指数です。ドル円弱含みと書いてますね。まあ、かなり大きな下落だったと思います。そこから反発して、盛り上がって、持ち直したのが、こちらのニュースですね。ドル円百四十八円、ドル売り交代。まあ、ドルが売られたのが、ちょっとここで収まって、また買い戻されてるってことです。 で、これは8月のミシガン大消費者信頼感指数や期待インフレ率が予想を上回ったわけなんで、ドルに信頼が戻ってきたってことなんでしょうね。しかしその後また下落してます。このニュースは今のところまだわかりません。で、このように、 材料によって大きく1年半ぐらいバーンと跳ねたところ新しいマーケットを作ったんですけども金曜日が終わるか終わらないかっていううちにもうこんな動きが起きてるわけですよねいやなかなかの動きでしたそしてこのきっかけなんですけども実はねこの材料が入る前にもなんか予兆があるんですよそれが18時半のこの切り取りです8月16日にこのレンジを推移していたものが 大きく下にぶれ始めたんですよね。で、この後、21時半の材料が入って、ドカーンと落ちたと。で、買い戻されて、やっぱり売られたみたいな動きになったわけですよね。それが先ほどのチャートになります、まあ。このようにですね、また再びここで起きた材料がこちらに戻ってきて、まあ、なんともね、金曜日の夕方から、なかなか激しい状況になってますね。 えー、ということなんで、これ、34週目ですけどもね、8月19日から23日、うん、いきなり難易度が上がったかなというふうに思います。まずは、19日は、しっかりと新しいマーケットの選定に入らなきゃならないかなというところですね。はい、それでは、補足は終わりです。お疲れ様でした。